午前5時の札幌で試験走行と書かれたバスが走りました。このバスよく見ると2台が連なっています。札幌市が検討している都心部の新たな公共交通、その実現に向けた走行テストが行われました。計画では全長およそ18メートル、134人乗りのこの連接バスを走らせることになっていて、交差点を問題なく曲がれるかなどを検証しました。停留所を想定した停車時、それから右折左折時、いずれも運行の支障はないということで、判断いたしました。札幌市の新たな公共交通は2030年度の運行開始を目指していて、燃料には水素を使う計画です。